はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでムココさんからご依頼です。はい、マーリン、レンチャンするまで買い続けますと書いてありましたけど、本当でしょうか。とりあえず今日は来た。ね。はい。まあ、ね、今日はどうでしょうね。うん、はい、じゃあね、全部カード取り出してからカードチェックです。相性はいいのか。2連続いいんでしたっけ？これ来れば3連続みたいな感じ。あと1つで申し訳ないですか？大丈夫ですよ。問題ないです。ね。はい。通販で、未開封で、ね、送る場合でも、CB でも一緒です。ありがとうございます。さあ、とりあえず目標はココチのリフ以上です。無限取りですね。で、そろそろシリアル欲しいっすよね。リフは出てるんでね。はい、じゃあチェックいきます。はい、いつもと同じようにね、梱包しますんで。サカ、ね、ペレリン、ケンちゃん、テンダ君。リフは、はい、ハーベイさん。これベテランですね。お兄ちゃん。ラモスさん。あ、グリーンだ。グリーンの心地とかいいよね。どうだろう。あ、違う。ルーキーだと思う。はい。よいしょ。ジェームスさんは、なんでしょうね。タファーかな。はい。99シリです。レンジャース FC。はい。まあ、シリアルルーキーだったら、ね。OK ですね。インサート、オバメンやハーランド。ね、この方。まあ、一緒だよね。書いてもね。19、20の、ヨーロッパリーグラウンドに出てるんだ。お、ファティのリフです。これいいですね。アントニー、テテさん、青リフですね。誰だ。サインだ。クルセフスキーのサイン来ました。まあまあなんじゃないですか。一応トップスさんフューチャースターになってますからね。インサートに入ってました。ちょっと大型の前ミッドフィルダーなんだね。75シリです。クルセフスキーさん、うん、チャンピオンズリーグのクロームとかフューチャースターズにいましたよね確か。彼あれブンデスリーガーの方、あ、じゃないね、うん、はい、サイン来ました。まああんまり見ないですね。どっちかというといっぱいは見ない。バーロさん、レイナさん、テイラーさん、アントニオさん、クリロナさん、あ、この方ね、はい、トーマスさん。で、キラキラありますね。お、シモンズ来た。シモンズの金リフでもいいよね。いや、こっちですか、やっぱり。はい、ゴールドアトミックだと思います。誰だろう。あ、はい、ティーレメンズさん。はい、35の50ですね。いい笑顔なんですよね、うん、はい、きっと明るい方なんだろうなって思います。うん、レスターミッドフィルダー、はい、よいしょ。サインと金リフ、あとミックが来ましたね。カース・ジョンス、この方はね、結構アーセナルで主軸というか、ポイントゲッターね。ナンバー18、ミッドフィルダー、93年生まれなんだ。
ああ、もうベテランなんだね。はい、マルディニさん。A 曲。あ、ドンナルマの、リフです。心地が出てない。コンラット、ラング、あ、くっついてた。ドク君。で、マウント。で、ライアン君。タンガンガ。アンジョリン。ベイル。ドドさん。ね。セルジオさん。セルヒオさん。オカホー。クルセフスキーね。お、ベリンガム。高校地が来てない。お、ルキだ。カマビンガ。おー、パープル。そっちかーっていう。高校地のね、パープルだったら全然いいんですけどね。まあでもね、ゴールドアトミックも出て、ルーキー上位のシリアルも来て、エムバペ、ザニオロ、エドワールドさん。ルーキーのリフ。まあ、ルーキーもね、リフも出てるし、まあまあなんじゃないですかね。最後はインサートです。ファンダイク。となりました。ということで、まあ3位もクルセフスキーさん。で、カマビンガのシリアル。それと、テレメンさん。ね、キンアトミック。いいっすね。1番なんだね。もう外せないんだ。ね。っていうぐらいのいい人なんでしょ？あ、まだお若いの？かなり。1617ヨーロッパリーグの時に19歳で、ね。だから5年前ぐらい。20だから4号ぐらい。ね。これから全盛期を迎える。ね、すごい明るい方なイメージですよ。ということで、クルセフスキー、ね、ゆうべの、ね、ミッドフィルダー。でも背番号44なんですね。これからなんですかね。で、カマビのパープルと、キンアトミックという感じです。心地は出ませんでしたが、まあ、他のルーキーもシリアル出たり、光ったり、ね、出てました。はい、じゃあポーカーやります。3回押しますね。あ、押せた？リフレッシュした？したね。はい、じゃあ行きます。ワン、ツー、スリー。お、2のワンペア。ワン、ツー、スリー。あ、ジョーカー来ちゃった。11のワンペア。お客様が2のワンペア。ということで、こちらでお送りします。ありがとうございました。またよろしくお願いします。